第100回箱根駅伝区間予想、今回は駒澤大学往路編。昨年は大エース田澤選手を中心に大学駅伝3冠を達成した駒澤大学。田澤選手は卒業しますが、鈴木芽吹キャプテンを中心に箱根連覇、総合新記録を目指してほしい。それでは1区予想からどうぞ。1区予想は唐沢拓海選手。昨年の箱根駅伝では1区区間2位の構想を見せるも、貧血に苦しみ今年の箱根駅伝ではメンバー外になった唐沢選手。しかし久々のレースとなった金栗記念で13分台を出し見事復活。唐沢選手が復活すればもはや駒澤大学に隙はない。2区は篠原幸太郎選手。鈴木芽吹キャプテンとも迷いましたが篠原選手を2区予想。今年の箱根駅伝では急遽3区起用が決まったにもかかわらず区間2位の構想。丸亀ハーフで学生新記録を出すと学生ハーフ優勝、金栗記念27分台と怒涛の快進撃を見せている篠原選手。今年はもともと4区や6区のプランもあっただけに、どの区間でも走れる篠原選手ですが、来年は新エースとして2区で快走を見せてくれるはず。3区は佐藤圭太選手。今年の箱根駅伝では直前に胃腸炎となり欠場となるも、もともと3区を予定していた佐藤圭太選手。出雲駅伝と全日本大学駅伝では MVP と言っても過言ではない活躍を見せ、すでに距離への対応も見せ始めていただけに、今年の箱根駅伝も出場していれば区間賞クラスの走りができていたはず。田澤選手が自身が下級生だった頃よりも力があると太鼓判を押している佐藤圭太選手に、田澤選手の持つ駒澤記録を更新してほしい。4区は鈴木芽吹選手。今年の箱根駅伝では怪我明けで絶好調ではない中、4区で1時間1分の素晴らしいタイムで力走。しかし青学の太田葵選手がそれ以上の走りを見せ、優勝を争う青学に追いつかれてしまう結果に。日本選手権1万メートル3位に入った鈴木芽吹選手は、絶好調で挑むことさえできればもっと素晴らしいタイムが出せるはず。最終学年を迎える今季、キャプテンとして4区の日本人最高記録更新を目指してほしい。5区は山川拓馬選手。昨年快走を見せた金子選手とも迷いましたが、平地での走力や5区でのタイムも踏まえて山川選手を予想。メンタルが強く走力も高い山川選手なら、2度目の5区でも安定した山登りを見せてくれるはず。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さんの考える駒澤大学の区間予想もぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。